どうもクラウドです。皆さん、まあタイトル通りになると思いますが、ちょっとね、まあ、大セールなんでちょっと言っときたいんですけど、あのカプコンのゲーム10作品くらいかな、どんくらいか、まあ多分そんくらいなんだけど、まあ例えばモンスター 4G ダブルクロスとか、まあ、トライジームかとか、あとは逆転裁判とかかな、他忘れたわそんくらい、まあでも本当に有名なゲーム、 3DS のゲームなんですけどね、なんと e ショップでね、全部500円で買えるっていうすごい大セールしてましてね、まあそれ関連の動画を撮っておきたいなという感じでね、今回はそういうタイトルにさせてもらいました。いやマジでまあ冬休みとかね、暇な人まあ多いと思うんでね、それでね、今のうちに買っとくことをお勧めします。確か11月30くらいまでだった気がするんで、まあ、ぜひね、やってほしいなと思いますね。まあ、僕のおすすめは 4G ですかね。4G 結構思い出があるんでね。結構やり込み要素多くてね。まあ、てかそもそもモンハンはやり込み要素結構多いと思うんでね。まあ、買ってから、長く遊べるって考えたら、面白いと思う。まあ、モンハンってそもそもね、一人でやったらすげえ時間かかるしね、みんなでやっても楽しいっていう、まあ、すごいゲームなんでね、ぜひね、まあ、ぼっちの人も、友達がいる人もね、ちょっと興味がある人はね、マジで、今のうちに買っといた方がいいと思う。マジ500円だよ。500円って、本当にすごいからね。いや、マジで買った方がいいと思います。はい。俺もなんかそこら辺、その売ってるゲームでおすすめのもんがあったらやりたいなと思ってるんですけどね。まあ言うてモンハンくらいしかやったことないんですよね、カプコンのゲームね。多分カプコンのゲームあんまやんないな。そうですね、はい。という、はい、告知動画ですが、ちょっとダッシュ版に気を取られ、ちょっとトゲ回避ミスったのがちょっと食いあら、ちょっとダメだ。はい、次のレースいきます。はい、2レース目は DK スノーマウンテンですね。スノーマウンテンといえばセカンド G ですね。セカンド G はなんか雪国がメインだったような気がしますね、まあ、モンハンはすげえセカンド G から流行ったみたいな説はありますけどね、まあ、どの作品もね、それぞれ違った感じで面白いんでね、ぜひやってほしいなと思います。はい。と、にわかが申しております。まあ、4G もね、ランクカンストまではしてたけど、大してですからな。最近だとアイスボーンか。アイスボーンもね、友達がいなくて全然やらなかったんですよね。最強、一番強いモンスターって何だっけ？アルバ、あ、ミラボレアスか。確かそんな感じだよね。で、大型アップデートは終わったみたいな感じだったよね。でもまあ、俺、ね、普通に動画で見たんだけどね。どんな感じか。面白いね。最近は、まあ、どいつだ、あいつだ、あいつ。ベヒーモスから始まったけど、確定一撃死みたいなね、そんな感じ。一撃だよね。ほぼ、なんかすげえ積まないと死ぬんだっけ。どうだったっけ、忘れた。忘れたけど、まあそんな感じでね。あ、やべえ、下手すぎる。喋りに夢中になりすぎて下手になっちゃった。まあ、そんな感じでちょっといろんな要素を入れてきてるのは面白いことですね。まあスイッチでもね、新しく、名前忘れた。なんて名前だったっけ？モンハンストーリーズじゃないけど、あ、ライズか、ライズだわ。ライズオブバハムートね。が出るらしいんでね、ぜひ。まあ俺も買うんじゃないかな、暇だったら。モハン好きだしって感じで、はい、やっていこうとは思います。はい、まあそんなね、カプコントークに、カプコントークを話したらなんかすごい差ができてね、適当な走りしてますけどね。いやー、ちょっとね、500円の話をするんですけど、普通まあ大体 Nintendo3DS のゲームってさ、5000円するじゃん。だからね、10本買えるわけですよ。いや、やばいことだよね。もうそれでね、1年は過ごせるみたいな感じだし、しかもね、それにプラス5000円してマリオカート7買ったらね、たったの1万円で、
カプコンゲーム10個とマリオカート7が遊べるっていう素晴らしいプランもあるんで、ぜひあの、ね、マリオカート7もカプコンのゲームを一緒に遊びたいみたいな人がいたらね、ぜひこの大セールをね見逃さないようにしてほしいなと思います。はい、というわけで次のレースいきます。はい、3レース目か、66マウンテンミラーです。まあそんな感じでね、カプコンの話はもう終わっつきちゃったわ尽きちゃったので、適当に前走ってやっていこうかなと思います。逆転裁判、まだ話すことあったかもしれんけど、逆転裁判ってそれは違うよのやつだっけ。ちょっといろいろねぐちゃぐちゃになってるわ。弾丸論破だっけ。あ、弾丸みたいに論破するから弾丸論破っていうんかな。弾丸論破も結構懐かしいような気がするな。まあカプコンと全然関係ないんですいません。はい、あ、そうなんだ。カプコンのバイオハザードとかも聞いたことあるか。バイオハザード怖いからね。俺怖い、分からんな。あんま経験したことないからな。まあでもグロいのはまだいけるかなって感じだよね。あー、これ譲れねえよ。まあこれはこれ食らって5位割りで木野さん取りましょう。血は大丈夫だからね。まあモンハンの血はリアルじゃない。ちょっとどんだけ食うんだこれ。あー、それ全部消えた。じゃあ俺がこれだけ回収しといてあげる。まあまだ間に合うか。このショートカットあんましてる人いないし。そんなことないわ、結構間に合わねえわ。とりあえず赤コーラね、これつけて2個投げて、もう1個赤コーラ来ないときついなー。あー、コウモリ弾かれたか。これまずいね。えっ、マジか。早く投げて、いけ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 。ここ木野さん欲しいな。取れる取れる。あー、マジか。おー、俺より前の人は木野さん取ってんじゃねえ。トゲが来た。いやー、サンダーも来たしな。マジか。ここでショートカットできないのあれだから、こんな感じで行ったらショートカットができる。オッケー。でここのアイテムは誰も取りに行かないから俺が一人で取れると。いやでもここのこれはいらない。お、抜けないな、さすがに。ここ出し番ずっとあるもんな。負けちゃったよ、負けちゃった。こうやって負けることもあると、当たり前かこれがマリオカート7、おすすめです。はい、カプコンのゲームと一緒に買いましょう。はい、4レース目いきます。はい、4レース目は砂漠です。モンハンシリーズです。砂漠がメインのあれシリーズってあったっけ。割と初代的なところか、ディアブロとかそこら辺のやつ。うわ、ディアブロって懐かしい。ここ最近で、本当に最近はやってないからな。ディアブロって聞いたらまずパズドラのディアブロ思い出すね。まあモンハンは一時期パズドラの時代を作りましたが、なんとね、ここ最近できたやつではもうあんまり、話にならんみたいな感じだったけど。ワンチャン当たんねえか、当たんない、ね、そんなね、はぁまあいいわ。なんでゆっくり行ってんの。あ、なんか譲れたな、ありがとな。俺に赤コーラ投げてくれて。これあんま意味ないな。ならここでしっかり木野さん取っていった方がいいわ。理想はスターだったけど残念。いやバカー、ダメだこれ行かないと。てか遠いな。いやここで負けたくない。これはね、カプコンの命も背負ってるからね、ここで負けちゃダメ。あー、やばい、負けそう、負けたかもしんない
ここで木野さん引けないと負けです。はい、いやでもこのドローンに全てをかけないと。こい、あ負けた。トゲが来たらワンチャンって感じですかね。はい、まあ、というわけでまとめなんですけどね、あの1万円でカプコンのソフト10本とマリオカート7が買えるっていう、そういう大セールやってるんで、ぜひね、あのまだやったことないゲームがある人はやってくださいよという、そういう動画でした、うん、ちょっとなんか悪い商法に出たので騙されましたけど、まあ5000円じゃないや、500円であのカプコンの面白いゲーム1本買えるんで、ぜひ買ってみてください。はい、というわけでありがとうございました。